で、フィリピン語を学びたいって声がありますね。フィリピン語、まあ、要はタガログ語、公用語タガログ語ですね。あとはまあ、ビサヤ語とか、セブアノとか、まあ、フィリピンにはいくつか、異論語とかあるんですけれども、まあ、タガログ語を学べばいいと思うんですよね、まず。で、日本人の先生はいますかと。まあ、あんまりこの有名な先生いないので、まあ、現地在住者、僕みたいな人にですね、学んでもらうのも一つだかなと思いますけれども、日本人の講師とかですね、まあ、タガログ語ってまあ、メジャーではないんですけども、第二言語として、英語の次に学んでる人っていうのもいるので、まあ、フィリピン好きな人とかですね。まあ、そういう人から学ぶっていうのもまあ一つかなと思います。マスターするには、まあ、発音はタガログ語ってそんな難しくないんですけども、まあ、アルファベットっていうことで、英語に馴染みのある日本人だったら、とっつきやすい、発音もしやすいんですけども、まあ、文法とかで結構骨太だったりするので、まあ、現地人の、仲間とかパートナー作るっていうのが一番早いですね。あとはまあ、やっぱり住んでみるってことですね。なので僕もフィリピン人のコンサルしてるので、そういったのを利